ロア発送開始。了解。 D8 フロアの物資が通れず通信不通、至急確認願う。侵入者だ、捕らえろ。こちら D7 フロア。今度はハードディスクのようなものが運ばれようとしている。やめなさい。これだ。はい。リフトも操作盤も2つだね。シャア、邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。本当だ、2つある。なんでこんな無造作に置いてあるかな。見つかった？1枚だけ。操作は1度だけか。リフトは2つなのに、クラウド、決めて。どっちがどっちだ。こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット、それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。なるほど。もう片方は？ロボットでかつ素早く動くってかなり厄介なんだよな。こっちの内容次第だけど。こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。ああ、減らせるだけで、なくなるわけじゃないんだもんな。ダメージはね、もうね、ポーション増し増しで、あと魔法も使えばなんとかなるから、機動力下げちゃう。こっちは動作速度が上がる AI コア。廃棄。AI コアを廃棄しました。いいと思う。よし。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。ああ、その部屋あったら今廃棄したもの取れるんだ。魔法だまりに廃棄してるわけではないんだ。こっちの方が良かったかも。まあいいや。AI コアもなんか役に立つっしょ。あ、なんか書いてある。はあ、はあ、ああ、さっき M ユニット一つ捨てたから減ってるし、今 AI 一つ捨てたから減ってると。今廃棄中。ビッグボンバーシェルはそのまんま。いいか、みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの。放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。でしょうな、切り取られっぞ。こっちは待ってね。こいつの弱点は雷ではないけど、まあいいや。よし、くらえ。 OK。 バレット、あ、しまった。俺が出る。あ、しまった。あ、しまった。ティファー。アッパーで、アッパーでなんとかしてくれ。よし。あと、かかとでなんとかしてくれ。よし。次に備えろ。うん、分かってる。マテリアが成長したな。ティファーのか。
MP 入ってない。まだありそう。踏み込んだか。おっと。終了。これ多分ここも何か廃棄できるんだろうけど、バランスよく廃棄するよりかはどれか一つをもうゴリゴリに削ってやりたいな。侵入者が来たぞ。操作盤をいじるのをやめろ。オラ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 、はい、オケオケ、ファーストスラッシュ、バーストスラッシュって名前だからバースト中の敵に有効なのか。あったあった。カードを見つけた。1枚だけでも、リフトは3つだ。選ぶしかないね。ただ廃棄室が見つかるならビッグボンバーシェルの一つを回収できるかもしれないんだ。それはそれで全部欲しいな。ビッグバン廃棄すっか。ビッグバンはこれ多分 M ユニットでしょ。あ、これだ。こっちのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンナの計画をボロボロにしようぜ。これ逆にカードキーをずっと所持しておいて一つのユニットをまとめて捨てることもできたりして、さてどっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。シンナをぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。制裁。あれ、タレットがない。紫の宝箱がある。これはティファーの装備だ。あ、マテリアがたくさんつくけど、メタルナックルは育ちすぎてるせいで強く見えるのか。あー、これつけよう。で、特につけたいのはないな。これバトルレポートをそのうちチャドリーに報告しないと。スラムに戻れるならば。これは別に何も起きないもんな。廃棄室みたいなところはどこにある。まだ処分できるんだ。よし。はい。痛い痛い痛い。
おっと、なんか爆発した。叩き切る。属性攻撃系ももっと育ってほしいな。OK。 楽勝だぜ。どれ、ここは何を送ってやがる。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。まだあるか。さっきからカードキーは一部屋に1枚だったけど、なさそう。リフトが4つ。あー、まあとりあえずカード1枚あるから、どれだったっけ。あ、これだ。素早さを下げとこう。こっちは AI コア。あ、間違った。弱くなったかな。やるだけのことはやった。おうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。カードキーひょっとして探せばまだあったりしたのかな。今もう持ってないよね。はい、先行こう。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは。準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。ちょっと待ってよ、脱出する前に。あ、おっ、ん、何してた今。こいつ早え。よし、魔法を使ってみようかな。あー、バースト時間短いな。よし、あら、どこ行った。上か。バーレット、で、フィエルバースト。ティファ、ティファは敵解放で。どこ行った。あー、いかん、使った。よし、今壁いじってたけど、隠し通路がどっかこの辺にあるわけじゃないんだ。このマークはまだ上に行けってことか。廃棄室を探してるんだけど。あ、戻ってきた。ちょっと待ってよ、これ出たらもう元来た場所に戻っちゃうけど、ちょっとそれらしい。こっちはいけない。やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。ちょっと待って、
何か見落としてそう。探してみようか、通ったところ。探してみたけど、元来た道を通って探してみたけど、それっぽい部屋なかったな。強いて言うなら、イカズチマテリアを一つ見落としてたぐらいか。とりあえずつけて、しかもこれもうタスクコンプリートになってるから戦っていいんだろうね。ひとまずこっちの扉開きそうなんだけどな。開かないか。とりあえずやっちゃうか。整備の状況は？ AI コアが不足、現在緊急対応中。急げ、捕獲がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。盾がいる。後ろに回り込んで、もしくは魔法を。よし、オッケー。フレイバーフライ勝てー。よし、待てどこ行った？廃棄されたもんがここに来てたらね、つけるような。そうだ、これを。パイプ登れないよね。他を当たろう。何かいる。あ、ゲー、カッターマシン。よし、雷効いてる。ならもう魔法じゃ。飛ばされたけど。よし、圧巻。あ、それは沈黙状態以上。バレット、ド根性。ラティファーは、かかと落とし。消え失せろ。痛い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 。ガードしても痛いな。一旦回復しよう。ハイポーション。あ、ついでにオートケアルが発動したな今。ああ強いね。3だ。お、固まったか。よし、進めそうだな。露骨な誘導だ。最後に勝ちゃいい。あ、ポーションを使って MP 節約だ。
ケー、似てるなこの辺の構造、一番マコーロと。エーテル、メカか。痛い。え？よし。見たか俺の力。どうでもいい。どんどん上行けばいいか。これで地下1階。そこにいる。彼らの前で派手にぶっ壊してやる。首洗って待っとけよ。うん、あとは全力で戦うだけ。